はい、こんにちは。今回の駄菓子屋ですね、こちらですね、さくらんぼってやつですね。メロンってのもあってますよ。これさくらんぼです。ではね、食べてみたいと思います。もう梅は出てこないだろうと思うんですけどね。では食べてみてください。これも昔からこれありますけども、ほんと変わんないね。あ、そうそう、こんな味だよ。なんていうんですかね、このすごくね、さくらんぼの効いた味で、この昔ながらの味わいだね。あ、なんか涙出てくるんだね、こういうの食べてね。なんだろうな、昔とほら人情味のある人がほんといたじゃないですか。ですからそのなんていうんだろうな、そうすると誰かにね怒ってもらったりね、あるいはこう一緒に遊んでくれた友達、あの人がいたりとかね、まあそういうのがあったりなんかしましたけども、なかなかこういういい思い出というかね、思い出させてくれるような、そういうようなものですね。なかなかのこの酸っぱさじゃないや、さくらんぼのね、この何ともした、まあ、グミみたいな味なんだけど、そこにさくらんぼの味わいがこうじわーってくるのがまたいいなというふうに感じますね。なんかこう懐かしいんだよね、こういうの。今から20何年前、まあ、はるか昔でもあるけど、食べましたけどね。22、23年前だね。でも、ほんと変わんない。やっぱりすごいよね、昔ながらのお菓子ってある意味ね。ほんとその当時とあんま変わんねえんだからね。なので、そういうのを見ると、懐かしさがあり、同時に、昔と変わらない味をこう、まあ、ね、こう今物価高になってきたりとかね、まあ消費税が上がったりなんかして大変な時期の中に材料費とかも上がったりなんかして、そういう中で売るっていうのはね非常に苦労するんですけども、でもなかなかいい味を出してるなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。